作詞はエストニア共和国北西の波漁県にある市。市名はサクビールに由来する。作詞の行政の中心はサクであり、2005年の統計では人口4618人である。エストニアの首都ダリンの南 20km に位置する。1866年に発足した。市内の醸造所で作られるサクビールはエストニアを代表するビールのブランドであり、 19世紀初頭から生産している。1998年に長野県佐久市と交流を開始2007年5月1日に友好都市提携を締結した。交流のきっかけは佐久市が佐久市と同盟であったことである。以後佐久市と佐久市の間で市長や住民が互いに訪問し合うなどして交流を深めている。2020年12月1日。 令和2年度外務大臣表彰を受賞。作詞議会議長はマリアンヌ・ランテ。2010年現在の市長は区のローパである。作詞内を通るタリン・サクラークリ、道路エストニア国立農業研究所がある。二つの町と19の村が作詞にある。町、キーサ、サクムラ、イエルクメイ、ユーリク、カヤマカナマ、カセメッサ、キルタル、クルトナ、ロクティ、 メンニク、メッサヌルメ、ラフラ、ロープカ、サウスティノーメ、ソーカエラメッサヌルカ、テナッシルマ、タカティ、タンメエルベ、タンメメエ、トトゥバ、エクスヌルメサクシクルトナにはバンディのエストニア連盟本部がある。ありがとうございます。